日は脂肪太りさん専用の1回で細くなる足痩せストレッチを紹介したいと思います。こんにちは、グッドラストレッチです。今までいろんな足痩せのストレッチを紹介してきましたが、足が太い方って、いろいろ理由があると思うんです。セルライトで太い方、むくみ、筋肉太り、脂肪で太いとかいろいろあると思うんですけど、今回はね、脂肪で太いよって方専用に、メニューを作ってきました。全体的にね、脂肪で太い方はやっぱり脂肪を燃焼しなきゃいけないので、有酸素っぽい内容になってるので少しね、きついですけど一緒に頑張っていきましょう。1回でかなり効果があるので、ご自宅にメジャーがある方は最初に計測してみてくださいね。それでは行ってみよう。はい、まずはですね、有酸素運動をする前にね、少しだけ足のストレッチやっていきたいと思います。まずはですね、足をこういう感じで、片方は曲げて、もう片方はしっかりね、まっすぐ伸ばしてください。あんま開かなくてもいいので、とりあえずまっすぐ伸ばしてくださいね。で、このまま前にぐーっと倒れていきたいと思います。いきます、20秒です。以上、どうですかね、股関節とか内もも伸びてる感じありますかね。しっかり呼吸だけは吐いてくださいね。ぐーっとね、しっかり伸ばしましょう。しっかりね、最初にね、ちょっとでもストレッチやってあげるとその後の効果が全然違います。しっかりね、呼吸吐いてください。よいしょー。はい、ではこっちの足やっていきます。ぐーっとね、前伸ばしてください。できるだけ、ね、ここ膝は曲げないでしっかり伸ばしいきます。20秒です。今日ね、有酸素やっていくのでちょっとね、しんどいと思うんですけれど、全然サボりサボりやってもいいんですけど、1個だけ、約束してほしいのがあって、とにかく呼吸だけは止めないでください。もうそれさえ守っていればね、サボりながらやろうがね、全然ついていけなくやろうが、もうやっただけ偉いので全然大丈夫です。息だけはね、吐きましょう。よいしょ。はい、そしたらですね、次はまた足こういう感じで曲げたら、次はね、前にまっすぐ伸ばしてください。前にまっすぐ伸ばしたらぐーっと前に倒れていきます。そうするともも裏すごい伸びると思います。いきますよ、20秒です。よいしょ。しっかりね、呼吸を吐きながら、息止めないでって言ったんですけれど、吐く、あのね、なんだよ、吸うより吐くことを意識してください。しっかり吐きながら前に倒れていきます。骨盤から前に倒れるようなイメージです。ふくーっとね、余裕がある方はこういう感じでバウンスさせながら倒れていってくださいね。よいしょ。はい、次こっちの足、こっち足曲げて、左足まっすぐ伸ばして前に倒れていきましょう。いきますよ、20秒です。どうですかね、もも裏伸びてる感じありますか。あんまり無理はしないでくださいね。無理はしないでぐーっとね、もも裏の伸びが感じられたら OK です。呼吸止めないでくださいね。よいしょ。ちょっとね、今日ね、しんどいと思うのでね自分の体力と相談しながら休み休みやっていきましょう。はい、それでは次に寝っ転がっていきたいと思います。よいしょ。寝っ転がったらね、膝を軽く立ててください。立ててね、足の幅はね、割と自由で大丈夫です。この状態で足をぐっと開いて閉じる、開いて閉じる、膝バカをやっていきたいと思います。30秒やっていくんですけど、どっちかというとフォームより速さを意識しながらやっていきましょう。30秒です。よいしょ。速さ意識して、しっかり股関節意識しながら速くやっていきましょう。30秒ね長いよって方はね、全然10秒でも20秒でも、とりあえず、ね、休み休みでも最後までやればね、必ず効果あるので、全然、ね、ゆるーくね、やっていきましょう。よいしょ。息は、ね、止めないでくださいね。よいしょ。しっかり股関節開いてください。息止めないでね。よいしょ。はい、次はですね、足パクやっていきます。ちょっとね、私は見やすいように位置を変えたので、皆さんそのままで足しっかり伸ばします。別に曲がっちゃっても大丈夫です。伸ばせるだけ伸ばして、足をしっかり開いて閉じる、しっかり開いて閉じる、これを30秒やっていきましょう。いきます。よいしょ。これもですね、どっちかというとあまり細かいことよりは速さを意識しながらやってください。しっかりね、余裕がある方は下っ腹も意識して開いて閉じる、開いて閉じる、無理はしないでくださいね頑張って、きついですよね。頑張って頑張って、もう少しです、頑張って、息止めないでね、しっかり吐いてください。よいしょ。頑張ってもうね、やってるだけ偉いですからね、休み休みでも大丈夫ですよ。よいしょ。はい、そしたらですね、次は足また伸ばして開きます。開いた状態でここでバウンスさせます。レッグフライというやつ、いきますよ大丈夫ですか。いきます、30秒です。よいしょ。しっかりね、股関節伸ばして、よいしょ、
バウンスさせます、お腹に力入れてくださいね。きついですよね、頑張ってください。もうできる限りね足伸ばしてほしいんですけど、全然曲がっちゃっても大丈夫です。結構ねきついので休み休みやってくださいね。全種目30秒やる必要全然ないですから。よいしょ。きつかったらね休むのも本当大事な選択です。全部で完璧にやろうって思ってしまうと続かなくなるのでね。よいしょ。はい、そしたらですね次は足をね、片方ずつ伸ばします。こういう感じ でこの時に意識をしてほしいのは膝の上です。足を伸ばしきって膝の上を意識、こういう感じで交互にやっていきます。しっかり伸ばしきりますよ。膝の上意識してくださいね。いきますよ、30秒です。よいしょ。膝の上意識してください。きついですよね、頑張って。そうです、そうです、頑張って。それでね30秒できなくてもいいですからね。もうね自分に優しくやっていきましょう。もう根性論で続けられたらいいんですけど、私は無理なんですよ。もうとりあえずねチャレンジした自分をとりあえず褒めてあげてください。もう完璧にできなくてもいいですし、3日坊主でもね1回やった自分って偉いじゃないですか。よいしょ。はい、そしたらですね、皆さん同じ位置でお願いします。はい、次はヒップリフトといってね、お尻のギューの力ので上に上がる、お尻のギューの力で上に上がる。これはちょっとね早めにやっていきましょう。結構ねしんどいですよね。ちょっとね息が上がってるってことはちょっと一時停止とかして、休み休みやってください。いきます、30秒です。よいしょ。できるだけ早く、よいしょよいしょ、頑張って、息止めないでね。頑張って、息だけは止めないでくださいね。全然休んでも大丈夫だからね。よいしょ、汗かいてきましたね。頑張ってください。よいしょ、もう少し、もう少しです。よいしょ。はい、ちょっとしんどかったですよね。ちょっとね次は休憩ストレッチ入っていきたいと思います。足を内側外側内側外側で股関節意識しながらパタパタしていきましょう。いきます、30秒です。ちょっとね今日全体的に有酸素めの感じになっているので、ちょっとしんどいと思いますが、脂肪でね太いタイプの方はやっぱこういうのが一番効果的なんですよね。本当皆さんね、こうやって一緒にやってるだけ本当に偉いですよ、マジで。私動画見ながら一緒にやったことないので、本当にいつもコメントいただいて尊敬してます、皆さんのこと。はい、ではですね、次はですね、さっきヒップリフトってやりましたよね。こうやってお尻をグッと上げる。次はここを固定します。この状態でここから固定して、歩いて下げる、これをやっていきたいと思います。でめっちゃ辛いよって方はここを手で支えちゃっても大丈夫です。好きに選んでくださいね。いきますよ、30秒です。よいしょ。余裕ない方はねここを押さえてくださいね。全然どっちでも大丈夫ですよ。もうどうしてもね苦手な種目がある場合は全然 1,2 種目ぐらいは飛ばしちゃっても全然大丈夫です。休み休みやってくださいね。まあ、ストイックなのもねいいんですけどね、自分がね一番続く方法でねやってほしいので、とりあえずねやった自分をね褒めてあげてください。本当に皆さん素晴らしいです。よいしょ。はい、次はですね、足をこう自転車のように漕いでいきたいと思います。とにかく速さ重視です。でこの時にね手は関係ないんですけど、手もこうやって一緒にやると足速く動きます。ちょっとねぜひやってみてください。いきます、30秒です。よいしょ。いや自転車みたいな感じでとにかく速くです。ちょっとね息上がっちゃうので全然自分のねできる範囲で行ってください。30秒できなくても大丈夫ですからね、頑張って頑張ってください。よいしょ。きついですね。頑張ってー、もう少しです。息止めないでね。はい、そしたら次は体勢ちょっと移動させます。横向きます。横向いたら下の足はねこういう感じで適当に、下ろしてます。そしたら上の足を
こういう感じで上下に上げていきます。これも速さ重視でやってください。できるだけ膝を伸ばす。伸びなくても大丈夫ですからね。いきますよ、30秒です。よいしょ。できるだけ速さ重視です。よいしょ。きついですね。できる限り足を伸ばしてください。全然ね、休み休みでも大丈夫ですからね。しんどいことはね、一時停止とか全然押しながらやっても大丈夫です。よいしょ、もう少しです。3、2、1、あ、熱。はい、そしたらですね、次はですね、足、上の足を下に置きます。そしたら次は下の足をまっすぐ伸ばして上に上げていきます。これも速さ重視でいきましょう。で、余裕がある方は肩をグッと押してください。ない方はつま先まっすぐ、つま先まっすぐのが楽です。いきますよ、30秒です。いきます。よいしょ。できるだけ速さ重視です。きついですよね皆さん。もうちょっとでね、終わるので、あと一息頑張りましょう。休み休みでも大丈夫ですよ。ちょっとねこの種目きついと思います。息止めないでくださいね、頑張って。あー、きつい。もう少し。よいしょ。はい、では次こっちのね、よいしょ、やっていきます。下の足は下ろして、上の足をまっすぐ伸ばします。で、この状態で上で下いきますよ。速さ重視ですよ。いきます、30秒です。よいしょ。息止めないでね、頑張って。うー、きつい。頑張ってください。そうです、そうです、頑張って。もう少しです。よいしょ、頑張ってね。ふう、休み休みやってくださいね。辛い方は、できる方は一緒に頑張りましょう。よいしょ。それで呼吸整えてくださいね。ちょっと私のペースが速いよって方はね、再生速度だったりとか一時停止しながらとか、ゆっくりね、合わせてみてください。次ね、上の足は下ろして、下の足をこういう感じで内もも使いながら上げていきます。かかと押したら、きついです。つま先を伸ばすと、割と楽。全然どっちでも大丈夫ですからね。いきますよ、30秒頑張りましょう。よいしょ。息止めないでくださいね。以上、しっかり内もも内転筋使って上に上げていきます。頑張って。上半身はね、力入れないでくださいね。もう上半身はリラックスです。下半身だけ使ってください。うん、きついですね。休んでも大丈夫だからね。本当にやってるだけ偉いです。本当に皆さん本当に素晴らしいですよ。もうついていけなかったからって言って落ち込まないでください。やった自分を褒めてあげてください。結構ね、今回しんどいので。以上。それでは次、最後の種目になります。最後ちょっときついんですけれど、1分間やります。目標1分間なので、全然1分できなくても大丈夫です。皆さんの中で目標を決めながらやってください。最高1分、満点くらいなと言って、手をつけますよ。手をついて、お腹に力を入れて、こういう感じできますか。お腹力入れながら、できるだけこれを早くやってほしいです。ちょっとね、床どんどんなっちゃって心配ってことは、そんなに早くやらなくても大丈夫です。ゆっくりでもね、しっかり効果あるので。じゃあ大丈夫ですか。いきますよ。ではできる方は1分、私と頑張りましょう。いきまーす。よいしょ。お腹力入れてくださいね。頑張って。よいしょ。ああ、まだあと40秒ある。頑張って。よいしょ。うわ、きつい。あと30秒半分。きついです。頑張って、息止めないでね。1分全然一緒にやらなくても大丈夫ですからね。頑張って、もう少し。
息止めないで、あと10秒頑張って、2、1、お疲れ様でした。いや、きつかったですね。皆さんどうでしたか？かなり汗かいたと思います。皆さんの脂肪はね、かなり今日燃焼されたと思います。最後の1分間どうでしたかね。できた方います？何秒できたよとかね、教えてくれたらね、ちょっと私もすごい嬉しいです。結構ね、しんどかったと思うので、全然できなかったとしてもそれが当たり前ですので、全然気にしないでください。頑張った自分を褒めてあげてくださいね。で、最初に計測した方はもう一回測ってみてください。効果あったよとか、一緒に頑張ってくれた方はぜひコメントいただけると嬉しいです。今回の動画はこの辺で以上になります。本当に皆さんお疲れ様でした。最近 Twitter とか Instagram もやってるので、そちらももしよかったら、ね、概要欄に貼っておくのでチェックしてください。まだまだね、ストレッチ足りないよって方は概要欄におすすめのストレッチ貼っておくので、そちらもやってみてくださいね。今回の動画がちょっといいなって思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。